あまりただしは、日本の政治家。衆議院議員、神奈川県議会議員、同議長を歴任した。あまりあ衆議院議員の父。戦国時代の武田氏の重臣で知られる、あまり虎谷の子孫である。東京物理学校中退1947年に市村村長に当選して一騎務めた後、1951年に愛好軍から、 神奈川県議会議員に当選。1960年6月から1年間、県議会議長の職にあった。国政へは、第32回衆議院議員総選挙、第33回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で立候補するもの,のいずれも落選。その後、1976年の第34回衆議院議員総選挙を前に、 新自由クラブが結成されるとこれに参加し、同等公認候補として初当選。その後、途中1回の落選を挟み2期務め、建設委員会委員を歴任。1983年に、政界からの引退を表明し、秘書を務めていた子息の命に地盤を譲った。1992年10月12日死去。76歳坊津。ありがとうございます。